さんこんにちは、キョウキョウです。今回はですね、私のクラウン戦実況をやっていきたいと思います。今回攻める編成はこちらです。ドドンと、ゴーレム3体、ネクロ2体、ウィザード20体、ゴウィーウィですね今回は、そして援軍にはですね、援軍にはこちらのネクロが入っています。なのでネクロ2体にゴウィーウィ、元祖ゴウィーウィと言わんばかりの、編成で4面攻めやっていきたいと思います。ですね、呪文の編成はと言いますとですね、こちらとなっております。まあ基本的な4面攻めかなと思います。4面攻めが何かわからない方はですね、ぜひとも動画概要欄のリンクから4面攻め詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。はい、今回攻める村はこちらです。はい、こちらの配置なんですけれども、まあ、まず注目すべきは、まず、どっちともシングルインフェルノということで、まあ、今回ネクロを多めに持ってきております。そしてですね、結構今回、ここ中心部というか、その援軍釣り出しの際に、ここら辺結構その、破壊できるんですよね。ここら辺が。なので、結構パーセントを稼げるんですよ。なので、こういうね、その最初の一面で援軍釣り出しやすい配置っていうのは、結構釣り出しやすくてパーセントも稼げる配置っていうのは非常に4面積みありやすいです。ということで、いきたいと思います。いきます。ラッキー3番ですね。3番いきます。このね、ネガティブな感じから始まるんですよ。ちょっと誰か来ないか、誰か来ないかな。ちょっと一人で攻めんのね、辛いっすからね。成功した時も誰も見てなかったとかね、嫌なんでね。誰かいませんか。あ、いますね。さすがっす。来ましたね。この優しい感じね。じゃあ行きますよ。じゃあこれ消しましょう。1,2,3 と。邪魔なんでね、これ。よし。では、行きます。五右衛門さんはですね、サブアカですね。よし。行くか。行けるだろ。行きます。攻撃。よし。ユニットよし。クランの城よし。呪文よし。ヒーローよし。攻撃。よっしゃ。まずは、ゴーレムを出していって、1,2,3。まあ、ちょっとウィザード出しすぎかなっていう感じもあるんですけども。そして、ウォールブレイカー。え？ウォールブレイカー生きてるね、オッケー。そしてですね、ここの大工の声をちょっと破壊して、ポン。ちょ、ウィザードもったいなかったかな。10%。10で、よし、いいぞ。これ、大工の声をここ破壊してほしいんですけどね。一体出しておきますか。一体出しておきますか。やばい、大工の声破壊しろ。オッケー。まず14%、いいぞ。そして、1、ポンポン。オッケー、もう今回は星2狙いなんでね、そこまで時間もそんな大丈夫だと思います。ババターゲットのウォールブレイカー、1,2,3,4。待って、3体。いいだろ。オッケー、ナイス処理。あ、ちょ、ウォールブレイカーの多すぎ問題ね。ちょ、どうにかしないとダメですね。キヨキヨのウォールブレイカー多すぎ問題。ねえ、16枠余ってますからね。相手ネクロいるんすか？うわぁ、ネクロ遠いな。てかなんか、ウォールブレイカーで援軍釣れる。なんか多くない？多く大丈夫？なんかこのアーチャーとかすっごい多いんですけど。そういうもんすかね。ウォールブレイカーで援軍をね、釣り出すって。1,2,3。はい、ネクロさん、バイバーイ。死んでない。バイバイ。オッケー。で、ここで援軍、もう処理しちゃいます。うわ、危ない。なにこの人、危ないな。トントン。もう出します。こっから下から行きます。下から行ってしっかりとサイドカット。アーチャークイーンとウィザードでサイドカットしていきます。そしてまあ、爆弾解除のために。バブリアンキング。ここら辺に打つか。オッケー。いいぞ。そしてレイジ。よし、いいぞ。そしてゴーレがターゲット取られてんで、アーチャークイーン巻き込みつつの、何でしたっけ。フリーズを出します。お、ちょ待って、これやばない？いけ、おし、これいけんだろ。おいやる、あ、やばい、シングル。バブキンシングル取られてますね。あ、ちょっとここで、さあ、ここで、スケルトントラップがうざいな。やばい、よし、ちょ、早く。オッケー、アーチャークイーンいいぞ。アーチャークイーンは見ている。シャーオッケー。よし。ロイヤルクロック、はい、ありがとうございます。いや。あれです。いや、なんかすがすがしいな。いや、いいな。あれです。
あらあらあらーす。ちょっとね、もうチャラい感じだね。よし。よかった。よかった。リプレイとか別に見なくていいですよね。見なくていいですよね。ということで、今回は、マクラン戦実況ということでね、まあ今回結構簡単なブースでしたね。今後とも、クラン戦実況やっていきたいと思いますので、ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。